まあ、なかなか言語化するのは難しいような、はいはい、やっぱりアジアカップっていう一つの大きな大会ですし、それだけのこうプレッシャーだったり、まあ、すごいアウェー感を感じるっていうのは、まあ、個人的に感じるので、あとは、まあ、少しこう、まあ、クリーンではなくて危ないようなこうファールシーンだったりとか、レフリーのジャッジが、すごく一貫性なかったりとか、まあ、それも含めてこうアジアの大会の一つの魅力だなと感じているので、まあ、そこがこう今早く慣れないといけないポイントの一つかなと思って。